おや、君たちどうしたんだい。ゆかき、ここにいてよかったぜ。実はお前に聞きたいことがあるんだ。手がかりが少ないから正確な情報を教えられる保証はないけど、君たちの話からその五老体の正体を特定するのは難しいが、その人の年を考えると数多くの武教小説に登場した無名の女傑である可能性が高い。年齢的にも辻褄が合う。無名の女傑？ああ、50年前干ばつによる長い災害が起きていた時に、無名の女傑が属性を渡り歩きながら妖魔を退治し族を追い払ったという。その功績を人々は称えたが、彼女の名を知る者はいなかったと伝えられている。唯一知られているのは、一人だった彼女は後に志を同じくする天候法師と恋に落ち、二人で共に戦ったということ。人々は二人のことを品格に優れ運命により結ばれた夫婦だと評したらしい。干ばつが収束した後、女傑と法師は属性を離れ山奥で静かに隠居したという。彼女に関してはそれきりで、世間には数々の伝説のみが残された。若くして名を轟かせ、その後は行方がわからなくなった。この点から見るに、君たちの言っていた延泰さんとはいくつか類似点がある。参考になっただろうか。さすが行く秋だぜ。いろんなことを知ってるな。それほどでもない。暇な時に読んだ本の内容に興味本位で少し考察を加えただけさ。それでもすごいと思うぞ。あ、そうだ、行く秋はその無名の女傑が若い頃にどんな場所へ行ってたか知らないか。そうだね。小説の中で無名の女傑が現れた場所は防除旅館、絶雲の間の北、そして慶雲町、大体がこの3カ所だった。もしかすると彼女はこの3カ所によく姿を見せ、数々の逸話や伝説を残したのかもしれない。だから後の物語にもこれらの場所が多く書かれるようになったんだろう。気にしないでくれ。僕も本を読んで疑問に思った点があるんだ。もし本当に延泰さんが無名の女傑なら、僕の疑問も解決できるかもしれない。侠客は引退した後も様々な逸話やエピソードを残していることが多い。だけどその無名の女傑は完全に消息を絶っている。重病を患ったという噂が流れもした。それになぜ徹底して正体を隠したのか、不思議でならない。まるで何かから逃げていたかのようだ。その裏には知られざる物語があるのかもしれない。もし真相を突き止めたらお前にも話してやるよ。ああ、楽しみにしているよ。君たちが聞かせてくれる物語の方がきっと本に書かれたものよりもずっと素晴らしい話だろうね。ひひ、いろんな手がかりをゲットできたな。干ばつ、無名の女傑、隠居、あれ、なんか聞き覚えがあるような。あ、そうだ、前に聞いた話にも干ばつが出てきたよな。リーユエってよく干ばつが起きるのか。そうだね、人々はかなり昔から干ばつの対策に工夫を凝らしてきた。例えば土壌を改良したり用水路を掘ったりといった具合にね。そのおかげで干ばつが時折発生しても今日では災いと呼ばれなくなった。先ほどの話にあった干ばつはここ数百年で比較的深刻なものだったと言えるだろう。作物は枯れ、渓流は干上がり、野外に魔物がばっこして正体を襲った。家を失った人たちは徒党を組んで盗賊となり、天災に追い詰められた者たちは人災となった。終わりの見えない苦しみが続いたそうだ。すごくひどかったみたいだな。ああ、だからこそ無名の女傑の物語が世に広く伝わったのかもしれない。きっと彼女はまっすぐで
純粋な心を持った侠客だったんだろう。だから見返りを求めず人々を助けたんだと思う。だけどこれほどひどい災いであっても古のものと比べたらまだマシだ。これよりも悲惨な災いが遥か昔の時代では頻繁に起きていたそうだ。強い力を持つ仙人たちによってその被害はようやく沈められたらしい。さて他にも聞きたいことはあるかな。もう大丈夫だぞ。よし、とりあえずカーオンたちと合流しようぜ。おばあちゃんが何か思い出してくれてるといいな。人々を助けた大英雄だったんだし、当時のことを忘れちゃってるのはなんだかもったいない気がするぞ。じゃあオイラたちはそろそろ行くな。助かったぜユクアキ、またな。ああ、道中気をつけてくれ。ああ、頼まれた音楽は録音しておいたよ。これが役立つことを願っておる。感謝する。あ、歌人、いやピン、何がおかしい？いや、ただその姿のあなたを見るのはいつぶりじゃろうと思っての。時が流れてもあなたは昔と何一つ変わっておらぬ。山中では時を感じずというではないか。時間はわらわにとってさほど意味を持たぬ。それよりピン、その一つ聞きたいのだが。どうしたんじゃ急に改まって。こっちまで緊張するではないか。何が聞きたいんじゃ。つまりなんだ、お前のようにリーユエコーで悠々と暮らすにはどれぐらいのモラが年に必要なのだ。大した額は必要ないが、どうして。カーオン、待たせたな。ピンバーヤとは何話してたんだ。大したことではない。それより何か手がかりは見つかったか。おう、ユクアキの話によると、いや、やっぱり総玉と延滞おばあちゃんが来てから話そう。お嬢ちゃん、そう心配せずとも大丈夫じゃよ。ほら、お茶でも飲みなさい。ありがとう。総玉、この可能性はあると思うか。無名の女傑は天候奉仕と恋に落ちたって言ったよね。その人、私のおじいちゃんかもしれない。おじいちゃんのことは何も覚えてないけど、前に屋根裏部屋で箱を見つけたんだ。その中には私の読めない呪文の書かれた紙がいっぱい入ってたの。うん、私もそう思う。そこに行ったらおばあちゃんが何か思い出せるかもしれない。実にいいお茶じゃ。つゆの味がする。まるで野山を散策しているかのよう。心が落ち着くの。そうかい、気に入ったのなら好きなだけ飲みなさい。先を急ぐ必要などない。この年になるとゆっくりと周りの人と話すのも悪くないものじゃよ。ありがとう。うん、わかった。そうだ、せっかくだから一つ聞いてもいい？おう、何
聞きたいんだ。内緒話だからこっちで話してもいい？どうしたんだよ、総玉。実はご飯を食べてる時から気になってたんだけど、あなたたちって仙人なの？うわ、その…あなたたちってなんだか特別な雰囲気があるし、それにさっきカーウンさんが自分のことを仙人って言いかけてたから。おい、カーウン、今回はお前の口からボロが出たんだからお前がなんとかしろよ。その通り、わらわは仙人だ。何か不都合でも？うれ、やっぱり。実は昔、白い鶴の姿をした仙人を見たことがあるから。私その時高熱を出してて、それにそばにおばあちゃんもいなかったんだ。全身が熱くてすごく辛かった。するとね、真っ白な仙鶴が空から降りてきたの。その仙鶴は私を乗せてある童貞に連れて行って仙薬を飲ませてくれた。そして目が覚めたらお家のベッドにいて、すっかり熱が下がってたの。でもずっと寝たきりだったから、白い鶴の仙人にはお礼を言えなかったんだ。あ、時間を取らせちゃってごめんね。ただどうしても聞きたくて。その真っ白な鶴の仙人を見たことない？真っ白な鶴の仙人、青と白が混じったのと黒と褐色が混じったのなら見たことあるけど、カウンはどうだ？白い鶴の仙人を見たことあるか？真っ白な鶴の仙人など、そのほとんどが書物の中で憶測をもとに描写されたものだ。わらわも見たことはない。おかしいなあ、あの時は夢でも見てたのかな。けどありがとう、そう大したことじゃないからこのことは気にしないで。私はおばあちゃんが元気になってくれさえすればそれでいいから。うん、安心しろ。場所を3つ聞けたし、あとは1箇所ずつ回ってみるだけだ。まずは防除旅館に行ってみようぜ。うん、出発の準備をしよう。おばあちゃんを呼んでくるね。防除旅館、防除旅館。おばあちゃん、ここに見覚えがあるの？ああ、覚えておるとも。ここの魚は実に美味しかった。それに遠くの空には南へ向かう鳥たちがいて、必ず群れからはぐれた子が一羽おった。私はここに泊まってよく窓越しに外を眺めていた。はて、どの部屋だったか少し探してみるかな。私も一緒に行くよ。言ってることはあんまり分かんなかったけど、おばあちゃんは確かに防除旅館に来たことあるみたいだな。結構詳しいみたいだし。ん？うわ、ショー！お前がなんでここにいる
人ではないものの気配を感じたゆえ確かめに来ただけだ。だがお前たちがいるのなら問題ないだろう。我の杞憂だったようだ。久しいな、龍雲神君。昔の姿に戻ったのか。ああ、魔人戦争中はその姿の龍雲神君とよく肩を並べて戦っていた。へえ、そうなのか。魔人戦争の時のこいつってどんな感じだったんだ。あや、またやっぱりオイラが当ててみるぜ。あ、きっとこんな感じだったんじゃないか。これはわらわが手がけた最新式バンバン連射陣機。そこの者、早く降伏するといい。さもなくばわらわの力をとくと味わうことになるだよ。よく似ている。だろ。だが当時の龍雲神君となるとお前の真似た様子とは異なる。仕掛けの術に詳しいだけでなく様々な戦火呪符にも精通していたからな。紀州が世を去ってから魔人戦争はより熾烈さを増し、我は龍雲神君と共に凄惨な戦いに幾度となく身を投じた。当時の龍雲神君は寡黙で口数が少なく、言葉を発するのは呪符を使う時ぐらいだった。喋らない神君ってちょっと想像できないな。それからどうなったんだ。人の姿をした神君ってそんなにすごかったのに、なんでまた戦場になったんだよ。属性を離れる以上人の姿を保つことに何の意味がある。世のしがらみを離れ山奥に隠居したのだ。ならば関雲夜閣となる方がよほどふさわしい。戦争の後、龍雲神君は奥蔵山に隠居し、姿を見せる時もその多くが尖閣の姿だった。だが30数年前、人の姿をした龍雲神君が戦っているところを見た。当時どうの昔のことだ、語ることはない。おばあちゃん大丈夫。はあ、当時ここで私は。話はここまでだ。我はもう行こう。何かあれば我の名を呼ぶといい。だが龍雲神君がいる以上その必要はないだろうが。みんな、おばあちゃんが、おばあちゃんが何か思い出しそう。焦らずゆっくり話すといい。昔私はここで療養しておったんじゃ。え、ゆくあきから聞いた病気にかかったって噂は本当だったのか。じゃあ隠居したのも病気と関係してるのか。すまないね、そこまでは思い出せていないんじゃ。当時の病気が何だったかまでは覚えておらんが、とても重い病気で治療薬が見つからなかったことだけは覚えておら。防除旅館に泊まっていた間はよく昏睡状態となった。たまに意識が戻ると窓越しに群れからはぐれた鳥を見てはなぜか涙を流しておったんじゃ。ところがある日、一人の旅商人に出会った。私の病気のことを聞いた彼は聖言丹というものを譲ってくれたんじゃ。仙人の血から精錬された丹薬で症状を緩和する効果があると言われた。その薬を飲むと体は順調に回復していき、その後は何年も再発することがなかった。ちょっと待った、何年も再発することがなかったって、もしかして若い頃にかかった病気って今の物忘れと同じ病気なのか。ってことはその時は聖言丹の効果で
症状が抑えられただけだったのかな。よくわからないぞ。他に手がかりはないのか？よく思い出せないんじゃ。役に立てなくてすまないね。おばあちゃん、そんなこと言わないで。おばあちゃんがいてくれたおかげで私ここまで元気に育ったんだから。ソニョクちゃん、悲しまないでおくれ。おばあちゃんは冗談を言っただけじゃよ。記憶とは少しずつ取り戻していくものだ。少なくとも進展はあったのだから、いい兆しと言える。次の場所に行ってみるとしよう。そうだな。よし、次は絶雲の間の北に行ってみようぜ。でも野外だし、どこから手をつければいいんだ。あ、そうだ、まずは家があるところに行ってみようぜ。ほら、家があるってことはそれだけ生活がしやすいところってことだろ。ひひ、おいらってば頭が冴えてるぜ。延滞おばあちゃん、このまま行けばきっとすぐ記憶を全部取り戻せるぞ。